ら食った。おっしゃおっしゃおっしゃ、来た、でかい、超でかい。あ、イエーイ、おっしゃ、いいね。ふわって浮いてきたのが見えたわ。このサイズ感、ルアーパワーがあるとしか言えない。でかいわ、正義や。オーケーベイベー。季節の釣りを象徴するアプローチの一つと言っても過言ではないのがミドスト。まあその中でレイドが今まで提案してきたのはフィッシュローラーというワームなんですが、2024年今回新製品で皆様に提案したいのがスーパーフィッシュローラー。さあこのスーパーフィッシュローラー、金本エグシュンでこの後しっかり解説していきます。さあまずこのスーパーフィッシュローラー、まあ、なんでこのスーパーフィッシュローラーが生まれたのかっていう、まあ、そのちょっとバックグラウンド的なところをお話しさせてもらいたいんだけど、遡ること、これまたいつだ、2022年の冬、面白い発見があったんです。当然現場で、まあやっぱり低水温器の中のもう今もうマストと言っても過言ではないテクニックの一つのミドスト。まあ、当然ながら寒い時期ミドスト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 と釣りをしてたんですね。ライブスコープというね最新の機器を使いながら水中とにらめっこしながらスト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 してたんだけど、一向に魚の反応がない。はておかしいなとなった時に、レイドが誇るスーパーロコ玉木明石という人物がいるんだけどね、もう特にストとかデカイルアに関してはもう第一線のスーパーアングラー、一緒に釣りをしてたんですが、そこで5インチ6インチってサイズでかいサイズのワームないっすか、あるあるある、ちょっとあるよ、ストレージからね出してきてピッ投げます。その時は立ち木を攻めてたんです。水深15メートルの中にニョキッと生えてるでっかい立ち木、絶対そうでしょ、浮きそうでしょ、そのとこに。でも魚は映んなかったんです。いろんな角度から魚探を当ててみても映んなかったので、もそのでかいワームをミドストで入れた瞬間、木についてたやつがパッと離れて、いや俺はこう呼んでました、剥がれてワームについてくる。待って、さっきまで入れたよ、俺たち散々入れたよね、いやこれでかいの入れると反応するし出てくるんです。すごいな、これはサイズがもたらす力なんだなっていう発見をしてから早、はい、2024年でございます。追っかけてきた追っかけてきたこの冬のデカミドスト、これをやる上でこの後紹介するあるとあらゆるこの要素って必要だよねっていうところをここで表現しました。それはこの後解説します。食った、ほら食った、いいね、ふわって浮いてきたのが見えたわ、手前で。よっしゃよっしゃ、いい魚、オッケー、来たぜ。これマジでサイズのパワーやね、ちょっとびっくりする。おるかなおらんかなっていうとこでもこうやってしっかり魚呼んでくれよんやなっていうのが今目に見えてわかったわ。これこれこれ、でかいわ、正義や、オーケーベイベー。という具合に、おい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 、でかいミドストってなんかとんでもないぞ。そうだよね、今までの概念だと寒ければ寒いほど、厳しければ厳しいほど小さくする、軽くするっていうこの常識の裏側、めくった感じ、こんな景色あったの、はい、そんな感じでした。ただでかければ何でもいいのか、まあ冬の間追求しました、いくつかの我々の中の答えが出てきた。その中の一つ、まずでかい方がいい、これはもう間違いない。じゃあでかい中でもどういうアクションがいいのか、この動きがちょっとねじれで遅れて出るぐらいのこのタイムラグ感のこのロール感がいいよねっていう、この方向性がものすごく魚の反応がいいぞ、はい、そうなるためにはいくつかの条件が必要でした。まず一つ、硬くて張りのあるでかいワームはダメ、これも顕著でした。はい、なのでスーパーフィッシュローラー基本的には
柔らかい感じでセッティングされています。さらにこのスーパーフィッシュローラー全体的にそうなんですが、オリジナルのフィッシュローラーと違ってザラザラした表面、ちょっと鱗めいてんだよね。これはなぜか、まあ、単純にでかいってだけで魚を十分引きつけられるっていうのも分かったんだけど、もっといろんなレンジ違い、距離違い、角度違いからでも魚を強く引きつけるために、これスピナーベイトのブレードなんかでいうとこのハンマードタイプ、いわゆる光が一面でピカンピカンっていくノーマルタイプじゃなくて、いろんな方向に小さい光が分散するような乱反射系、はい、そういったこの鱗っぽいこういったものを採用してみました。はい、でかいのはさっきも言ったようにねじれて遅れてロールが出るっていう、でこの中で乱反射して誰もが簡単にいいアクションが出せるようにというコンセプトで生まれたワームになります。サイズはまちまちになるんですが、基本のコンセプトっていうのはそういったところのワームです。誰もが簡単に使えますよ。よし、よし、来た。うわ、でかい、超でかい、やばいやばいやばい。来い、おし、でけえ。よっしゃ、これ50アップだろ。おお、でけえ。50アップです。はい、スーパーフィッシュローラーのフックセッティングというところで、まずはねサイズ、5と 6.5、7.5 とあるんで、まあ、サイズごとに、最適なフックセッティングをお伝えしていこうかなというところなんですが、まあ、基本的におすすめするのは、ジグヘッドと、ホバストのセッティング、この2つになってくるかなというところで、でね、5インチはねそんなにまあボリュームがめちゃくちゃあるっていうところではないんで、まあ、おすすめとしてはリュウギさんのエスパシリーズの、1番この辺かなっていう、であとまあ最近でいうとガマカツさんのこの、ホリゾンヘッドライト2番、もしくは1番、この辺りが、まあ最適なサイズになってくるんではないかと思います。じゃあまずとりあえずねセッティングしてみましょうか。でまあ、セッティングとしては頭の先端につけるかここにつけるかって何が違うかっていうと、ここにつける時よりもこの上につけた方がロールはしやすくなるよっていう、重りが頭の上につくからロールを強くしたいんであれば上につけましょうというところなんですけど、まあど真ん中を狙うよりかはちょっとね薄皮、まあロールがね強ければいい時もあるし、ロールしなしすぎない時もその方がいい時もあるんで、まあまあノーマルセッティングっていうのはやっぱベーシックかな。このセッティングはベーシック、はい、というわけで先はねノーマルセッティングだったんですが、まあ、ちょっと背中に刺す方向あんま馴染みもないかもしれないんでちょっとやってみましょう。まあ、スーパーフィッシュローラーねここに頭から3つぐらいこの刺すところ目印がある、まあ、大体俺はまあ真ん中3つあるうちの真ん中2個目からいくかなっていうところで、2個目からちょっと入れてスーッと刺してこんな感じです、ね、ジグヘッドのヘッドがこの頭の上につくみたいな感じ、これによって、まあ、ここにウエイトがあるからウエイトがこれ倒れる、糸で引っ張る倒れる引っ張る、でこれでロールが強くなるという、これがまあロールを強化したセッティングになります。はい、続いてね、5インチのホバーストセッティングというところで、まあ、おすすめの針でいうと、このホバーショットの1番でね、まあ、ホバーストをやる意味というところでいうと、このねジグヘッドがね各社、まあ、ウエイトラインナップはいろいろあると思うんですけど、大体ねこの辺のサイズ感だと 0.9g からなんですよ。 0.9g よりも上のウエイトを使いたいんだったら、まあ、ジグヘッドでいいんじゃないかなと。ただそれよりも軽いのを使いたいんだぞっていう時は、まあ、ホバストでやってくださいっていう感じかな。まあ、ホバストセッティングなんでね皆さんも最近はもうよく分かってるんじゃないかなっていうところなんですけど、一応やってみると、まあ、僕はそうだなこの点々がね3つある中のまあやっぱ真ん中からで、背中をできる限り、まあ、薄めに、まあ、薄すぎても切れるんでね、はい、まあ、こんな感じのザナホバースセッティングになりましたと。でウエイトに関しては、まあ、ネイルをねここに入れていく、ホバースなんでねネイルを入れていくんですけど、まあ 0.6g っていうのがど真ん中、一番ホバースセッティングが生きるそんなポジションだと思います。はい、というところでね、まあ、ジグヘッドだと、まあ、ジグヘッドとして
市販されているウエイトが大体 0.9 グラムから。でそれよりも軽いところだとやっぱホバスセッティング 0.6 グラムとかはホバスセッティングってなるんだけど、このジグヘッドの場合は上限はどこなのかっていうところで言うと、これもね中層綺麗に、まあ、特におかっぱりで攻めるんであれば、まあ、0.9、1.3、ちょっと重くて 1.8 とかその辺がメインになるのかなっていう、まあ、この辺が真ん中のウエイトの、ミドスじゃないかなと思います。さあこのスーパーフィッシュローラーのサイズは3つあります、手前から5インチ、6.5インチ、7.5インチ、はい、この3段階になるんですが、でかければでかいほどいいんですか、まあ一概にそうとは言えないんだよね。なので必要な大きさを揃えたら3つになりました。はい、いわゆるマッチザベイトっていう言葉があるように、まず1つワカサギ、大きいサイズだと十分このサイズにいます。なのでデカワカサギを食ってる時、要は10センチ以上のワカサギだよね、そういった時なんかはこの5インチ、ちょうど良くなってくるんじゃないのかな。あとはワカサギにイミテートする必要もないよね。当然オイカワだったり、ね、そういった一般的なベイトサイズに合わせる範囲のマッチザベイトの5インチだけど、これをスーパーフィッシュローラーで表現したのは一つ、だいたいこのミドスとホワスト系のワームの中で絶対じゃないんだけど、おおむね4インチと5インチ、これ結構な差になるんです。ここの1インチってさっきも言ったようにオリジナルのフィッシュローラー3インチ4インチは同じコンセプト OK だけど、4インチとこの5インチ、こっちは柔らかくしなきゃダメ。大体のミドストワーム5インチぐらいから柔らかくなっていくといいロールアクションが出やすくなる。要はこれをオリジナルのフィッシュローラーと同じ硬さと形で作っちゃうと強すぎちゃうんだよね、5インチになると。なんでそこを柔らかさで5インチに合ったアクションを追求してます。 6.5 インチもうここになるとちょっと大丈夫っていうサイズ感になってきますよね。はい、でも一回飛ばします。その 6.5 インチもうぶっ飛んじゃってるよね。はい、もう今まで多分ないと思うミドスト専用で設計されたこんなでかいワーム、基本的なサイズ感マッチザベイトでいくともうハスですよね。もしくはニゴイの小さいサイズ、ウグイのちょっとちっちゃめのサイズ、いわゆるもうデカベイトを食ってるバスに対してのマッチザベイトにしかなんないよ。でかいよ。だけど冷静に考えて、おかっぱり、ね、ボートで最新の魚探ライブスコープがついてるわけじゃない。どこにバスがいるかわからない。それが広くて深いリザーバーなんかになったらなおのこと、普通であればそういった広い景色深い景色に対してでっかいルアーを投げ込んでいく、ビッグベイト、スイムベイト、アラバナなんてね投げていくんだけど、じゃあビッグベイト、スイムベイト深く潜らせれますか。きついよね。ビッグベイトリップがついてたらもうそのリップ分しか沈まないよね基本はね。はい、スイムベイト深いとこまで沈めれますか。ほっときゃ沈みます。でも巻き上げでもかなりつんのめって浮いてきちゃいます。はい、やりづらいよね、アプローチしづらいよね。でもその広くて深い景色に対してでっかくてレンジコントロールが可能なもの入れられたら釣れるよね。場所が絞れないってなった時に魚を強く引っ張ってくれる、レンジ操作可能、スピード操作も抑えれる、もしくは早くだってできる、そんな便利なビッグベイト、スイムベイト感覚で使えるのが 7.5 なんです。はい、だけどこのサイズはぶっ飛びすぎてちょっと釣り人として理解できないっていう人、はい、その人たちのために 6.5、でかさとパワフルさ、魚を呼ぶパワフルさ、見つけてもらいやすいでかさ、さらにミドストとかに慣れてない人でもなんとなくやってもきっちり動いてくれるこの太さ、この 7.5 インチ 6.5 インチ背中が太いんです。でも最初に言ったように柔らかいんです。結構苦手だな、慣れてないなっていう人がなんとなくちょん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 ってリズム取ってるだけでもまあやってる感があります。手元に伝わります。そしてギラン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 、まあフィッシュローラー譲り、もしくはでかくなったし太くなったんでもっと誰もが簡単にアクションが起こせる。さああとはもうあなたが行くフィールド、
もしくはあなたが仕掛けたいそのコンセプト、それによって5、6.5、7.5、これをうまく使い分けてもらえればいい釣りと面白い釣りができます。当然寒い時期だけじゃないよ、夏のバックウォーター、ね、ちょっとした秋の河川、魚を探す時、いろんな局面で使っていけると思うんで、あとは現場で試してみてください。来た、よし、うふ、めっちゃいい食い方。オッケー、ふう、いいサイズ、スーパーフィッシュローラー。はい、というところでスーパーフィッシュローラーのフックセッティングなんですが、 6.5 インチですね。 6.5 インチになるとね、急激にでかい、ね、このスーパーフィッシュローラーらしさが際立ってくるところなんですが、まあ、でかくなってきたからこそ、針っていうのもね、結構限られるかなというところで、これですね、ガマカツさんのホリゾンヘッド LG ライト、これまあ LG と LG ライトっていうのがあって、 LG ライトっていうのは軽いのかな、0.9 から 2.6 グラムまで、ただまあこの1-0で結構いいセッティングが出てると思いますんで、まあ、セッティングに関してはもうこの、ね、頭から刺すのか、まあ、上から刺すのか、まあ、これはまた5インチで言った通りなんですが、これも分かりやすくね、刺してみましょう。基本の頭刺し、ただやっぱこのですね、背中薄めに刺すっていうのが肝です。ただこんな感じ、はい、結構ボリュームも出てきたボディに対してちゃんとゲーブが出てる、まあ腹筋もバッチリ決まるところです。で、まあ、ウエイトに関してこれ 0.9g があって、まあこのライトでいうと 2.6g までなんだけど、このライトじゃないやつは確か 5g とかまであるのかな、まあ、その辺の、ね、状況に応じてウエイトは使い分けてもらったらいいんじゃないでしょうか。はい、というところでフィッシュローラー 6.5 インチのホバストセッティングなんだけどね、まあ、今のところこういう大きいワームでホバストをやるっていうのが一般的ではないというところで、このデコイさんのストロングワイヤーブラック、これの3-0、この辺がまあベストのサイズ感かな。ただね、これ今俺がこれ加工しちゃって、こういうねスレッド巻いたりとか、こういうキープワームキーパーとかついてるけど、基本的についてないんですよね、売られてる状態で。まあ、今後ね、こういう大きいホバストっていうものが一般的になってくれば、ちょっとそういう針も出てくるのかなっていう感じなんですが、まあ大きくなってもホバストセッティングはやっぱホバストセッティングなんでね、まあこの2個目ぐらいの穴から、俺は大体2個目かなっていうところからフックを入れてですね、ホバストの基本そんな深く刺さないと言っても、結構やっぱね、ワーム自体でかくて自重があるんで、薄く刺しすぎるとね、ちょっとぶっちぎれるんで、はい、大きくなってもホバストはホバストだよねっていうところで、ストロングワイヤーブラックの3-0だとこの感じのセッティングね。まあこのボリュームあるボディ、でかいボディに対して結構バッチリなセッティングかなと、まあ、この辺が気に入って使ってます。ちょっと特殊だな。はい、でウエイトに関して言うと、ホリゾンヘッドの LG ライトでラインナップが 0.9g まであると。だからまあホバストで言うと、まあそれよりも軽いところがうまみが出てくるところかなというところで、やっぱり 0.6g 前後っていうところを狙ってもらえるとホバストはいいかなと思います。で、重たいところで言うと、まあ共通なんですけど、やっぱり深いところを狙うのかとか、でこれでヘッド 5g とか組むんであれば、全然ベイトとかでも扱えるっていうところで、まあ 5g とかでやってもらっても、3.5g とかね、そういうところでベイトで扱うっていう選択肢もありです。はい、というところでスーパーフィッシュローラー 7.5 インチ、こんだけでかいワームにマッチするジグヘッドっていうと、結構やっぱ今の市場で言うとあんまり少ない。その中で、まあ使ってて気持ちいいな、いい感じだなっていうのが、このガマカツさんのホリゾンヘッド LG プラス G、 その中の3-0がおすすめです。ここは3-0一択かなというところで、はい、これもね、ロールを強めたいんであれば背中だし、なんでまあこの辺はお好みでというところで、刺していきましょう。ど真ん中からっていうか、ちょっと背中側から、ただあんま薄くしすぎないでね、ギリギリを狙って薄くしすぎるとワームの自重が結構ね重たいんで避けてきちゃう。えいっ、うん、こんな感じかな。はい、これは3-0をつけたらね、ちゃんとゲーム、このゲームも保たれて、まあ、バランス的にも腹筋しそうでしょっていうところで腹筋をバッチリします。まあ、このセッティングが推奨セッティングかな。はい、というところで 7.5 インチのね、ホバストセッティング、
まあ、ホバストンの、ね、針に関しても今のところはこのデコイさんのストロングワイヤーブラックで、まあ、サイズとしては 4-0 かなというところで、まあ、セッティングはねでかくなってもホバストセッティングですというところで俺は、穴2つ目ぐらいから刺して、あんまでも薄すぎると、まあ、相当ねワームでかいんで自重があるんで避けちゃうからその辺を加減してねっていうところで、まあ、どんな感じかなっていうと、はい、こんな感じ、ね、7.5 インチに対してこのだけ針がねバッチリ出てればフッキングバッチリでしょうと、まあ、実際これでいい感じです。はい、ウエイトで言うとなんだけど、まあ、ジグヘッドね今このおすすめのところでガマカツさんのホリゾンヘッド LG でもやっぱこの 3-0 になると 3.5g までしかない。ただやっぱもっと軽くねやりたい、ゆっくりやりたいよって言ったらやっぱ軽いところが欲しいよねってなると、現状やっぱホバストになっちゃうのかなというところ、ネイルで入れ、ね、調整できるから、メインとしてはまあそうだな、俺が入れるのは 1.3g あたり、まあ、これ 0.9 でもいいと思います。針がね結構大きくて重たいんで 0.9 でも全然扱える。でまあウエイトに関してマックス、重たいところで言うとまあ 7g とか、まあ、このヘッドで言って一番重たいところは 6.2g かとかもあるんで、そういう重ためのものを使ってもらってベイトタックルでバシバシ、まあいわゆるミノストとかジグストみたいな感じで使ってもらうのもありだし、なんでまあウエイトはね、まあ状況タックルに応じて、選んでもらえばと思います。はい、特になんだけど、まあ、スーパーフィショナルも 7.5、まあ、7.5 だとかなり自重が出てくるっていうところで重たさで壊れたりするんだよねっていうところで、それを、まあ、そのまま刺しても全然使えるし、でももっと快適にいきたいってなった時にアロンアルファを使った方がいいです、ね、アロンアルファで固定しちゃうと。だまあジグヘッドであればこういうふうに一回セッティングしてから、ね、これセッティング決まったバッチリだなっていうところを一回ちょっと戻す、でここのところの軸にアロンアルファを一滴刺してキュッと戻してあげる。そうすることによってかなりまあこの重たいボディであっても破損がかなり防げる。まあこれ 7.5 は特になんだけど、まあ、6.5 とか5インチでもまあまあ気になるようであればやってもらうとより強度は保てます。はい、続いてタックルセッティングについてなんですが、まあスーパーフィッシュロアもね5インチだとまあ比較的可愛く見えちゃうね今となっては。なんでまあまあそんな重たくもないんで結構ねライトなスピニングだったら幅広くいけるかなっていうところで、まあ、俺的メインは、ソリッドマックスの XL、 ここメインなんだけど、だけど UL でもいいし、あとは、フィクサー、マックスフィクサー、あとクイーン、マックスクイーンあたりだったらまあバッチリじゃないかなという、こんな感じです。で糸に関してはね、まあまあ俺は最近 PE が多いんだけど 0.4 から 0.6 ぐらいで、フローで言うと、4ポンドまあ、3ポンドでも悪くないな、4ポンドから5ポンドぐらいまでこの辺を使ってもらえればいいんじゃないかと、まあ一般的なホバストミドストセッティングで十分だと思います。はい、はい、続いて 6.5 インチ、ね、6.5 インチになるとまあまあでかいなって感じなんですが、意外とねタックルがそんなにごっつくなくてもいけちゃうっていうのもまた 6.5 インチの特徴、竿で言うと、一番ライトなところで言ったらマックスフィクサーとかでも意外といけちゃうし、俺の中でど真ん中は、マックスクイーンで、あとはそうだなディフェンダーだとかサイドキックとかこの辺がいいんじゃないかなっていう感じです。でラインに関して言うと、まあ、PE で言えば04でもいいけど、まあ、06あたりがど真ん中かな、はたまた08ぐらいまで上げてもいいんじゃないかと。で、フローで言ったら、まあ、4ポンド以上欲しいですね、4から6ポンドあたりが、まあ、適正じゃないかな、こういうセッティングです。はい、7.5 インチ巨大ですっていうところで、まあ、使えるタックルもねここまででかくなると結構限られるんですが、スピニングでいうと今のところね、まあ、スピンボーダー、ぐらいないとちょっと投げづらいし扱いづらいかな。だからまあスピニングではスピンボーダーで、ベイトでねやりたいっていうと、一番ベストなのはやっぱザ・マックスかな、この2つが、まあ、バチバチのベストセッティングかなっていうところなんですが、糸で言うとね、PE スピニングの場合に 0.6 最低でも欲しいですね、 0.6、0.8、1.5 このあたりが、まあ、適正で、まあベイトで扱う場合だと、まあね、このストでやるときって糸の重みでストしたいんで、まあ、細い理由はないんだよね。だから最低でも12ポンド、ど真ん中は14、まあ、16とかでもいいんじゃないかなっていうところ、まあ、この辺がベストセッティング。
だと思います。さあこちらのスーパーフィッシュローラー3サイズあるんですけども、こちら5インチ 6.5 インチこれはもう皆さんの近くのお店でお買い求めが可能でございます。はい、というとこの下りもご察しの通り、はい、こちらの 7.5 インチこれはもう地域の相性もしくは釣り人の好み極端すぎるよねっていうところで、はい、いわゆるこれはバックヤードの企画になります。なので、まあ、こちらは EC の販売になりますんで、すいませんこちらはお店に行ってすいません 7.5 インチくださいありません、はい、こっちは、こういった釣りに感度がある理解がある、いやもしくは感度も理解もないけどやべやってみたいって思われる方、はい、EC の方でバックヤードで、はい、お買い求めいただけたらなと思います。寒い時期限定の釣りだと思われてたミドストを中心としたこの釣り、もう今は季節限定じゃありませんよ。オールシーズン使えるテクニック、さあそんな中で5インチ 6.5 インチ 7.5 インチあとはあなたが行くフィールド季節そこによってうまく使い分けてください。いい釣りができると。